皆さんこんにちは。こんにちは。今日はちょっと変わったトップバリューを紹介するのだ。国産米を超えるものなんてあるのかしら。あれを超えるのは相当難しそうだけど、これもなかなか面白そうなのだ。今日はこのムール貝、ガーリック&バターを作っていくのだ。ムール貝ってパエリアに入ってるイメージだけど、こんなのがあるのね。魚コーナーの冷凍ケースにあったのを見つけたのだ。しかもお値段398円なのだ。もっと高いかと思ったけど、お手頃価格なのね。調理方法は電子レンジかフライパンで加熱するのね。難しくはなさそう。助かるのだ。チリからの輸入品なのね。イメージは湧かないけど世界を感じるのだ。今日は電子レンジで調理しようと思ってるんだけど、袋から凍ったまま取り出せって書いてあるね。どんな感じで梱包されてるのかしら。横から開けて取り出せばいいみたい。開け口みたいなのはないのかな。なさそうね。もうこの辺りから破いちゃうね。なんかすげえのが出てきたのだ。これうまく取り出せるかしら。とりあえずハサミで開封してみるね。はい、ごろんと。あれ出てこないね。うわ、急に出てきた。袋に貼り付いてたっぽいわね。どうすんのこれ、はみ出してるのだ。とりあえずラップをしておってみようか。案外いけるものね。さすがチリさん、一筋縄ではいかないのだ。あとは指定された時間で解凍するだけね。頑張れ僕らの電子レンジくん。ちゃんと温められたかしら。チェッチェチェッチェチェック中。大丈夫だね。熱くて持ち上げられないのだ。それ大丈夫って言わないんじゃん。ラップを外すよ。いい感じじゃない。ニンニクとバターの香りが広がるのだ。結構大きいけど貝殻は薄そうね。口が大きく開いてるから食べやすそうだね。飲み物と貝殻入れも用意したから、あとは食べるだけね。普段食べないものはどう食べていいか迷っちゃうね。箸で出そうとしてるわね。ダメそうだから方針変更。貝殻を開けちゃおう。ではこのままいただきます。味はどうかしら。バターとニンニクがかなり効いてるね。これは好みが分かれそうな味なのだ。食感は身が大きなアサリで、貝殻が縦長だからちょっと食べにくいかな。ムール貝、横から食すか縦から食すか問題ね。あと、ミヤカイ柱が外れやすかったね。これは良かったのだ。じゃあ星評価をお願いできるかしら。星5だね。でも好き嫌いがかなり分かれる商品だと思うよ。今まで紹介してきた中では珍しい部類だものね。最後にたくさんスープが残ったんだけど、何かに使えないかなって混ぜご飯の出汁にしてみたの。あんまりご飯には合わなかったね。いい出汁が出てそうなのに意外ね。スパゲティを茹でておいてスープパスタにすればよかったかなって感じたのだ。洋風居酒屋にありそうなメニューが家でも食べられるのはいいわね。白ワインが合うらしいよ。今回の飲み物はコーラだったけどね。箱が紙だから長く閉まっておくと冷凍臭がつくから、そこはちょっと気になったかな。買ってからどれくらい入れておいたの。1ヶ月くらいかな。結構スペースを取るから早く使った方がいいね。じゃあ今日はこの辺りで終わりましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。